MTK ブダペスト FC は、ハンガリーの首都ブダペストを本拠地とする、サッカークラブである。クラブは1888年11月16日に、ブダペスト市内のカフェにて、マジャルテシュとジャコルロークケレとして創設された。クラブや、競技、体操、教会といった単語は、上流階級の市民を連想させ、大衆から見れば、ハイ的でお高く聞こえるため、 このような言葉は用いられなかったと指摘される。MTK は当初フェンシングと体操部門のみであったが、1901年3月12日にサッカー部門が設立された。最初の試合ではブダペスト TC を相手に0-0で引き分けた。その後、MTK は第一次世界大戦の影響を受けながらも1905年から1940年代のアマチュアリーグから、 プロリーグで明記にかけて15回のハンガリーリーグのタイトルと7回のハンガリーカップを獲得した。一方、第二次世界大戦の頃にはユダヤ人排斥の台頭に伴い、クラブの創設に携わったユダヤ系の関係者や選手たちを排除するよう圧力を受けた。戦後、ハンガリーが共産主義国となった1949年に、 MTK はハンガリー国家保衛庁によって買収され、t x s e と解消した。それから短期間のうちに、バストや SE、ベレシュロボ号 SE と解消した後、最終的に MTK に戻された。この混乱にもかかわらず1950年代には3度のリーグタイトルを獲得、1955年に国際タイトルであるミトローパカップを制覇。 また同年に UEFA チャンピオンズカップに出場、UEFA 主催の国際大会に参加する初のハンガリーのクラブとなり、その後1963から64シーズンの UEFA カップウィーナーズカップでは決勝へ進出、ポルトガルのスポルティング CP と対戦し、準優勝の結果を残した。MTK の選手たちはマジックマジャールとして知られるハンガリー代表の成功の中で、 ブダペスト本米ドの選手たちと共に中心的な役割を果たした。秀口ナ・ンドルは1953年11月25日に敵地ロンドンウェンブリースタジアムで行われたイングランド代表との試合においてハットトリックを記録し歴史的な試合の勝利に貢献するなど攻撃面で重要な役割を果たしラントシュミハー・アイとザカリア・シュ・ヨーゼフは守備面で代表を支えた。 また、マジックマジャールは、従来の WM システムを発展させた4から2から4の原型となるシステムを採用し、後に世界中に普及していったが、そのシステムを最初に採用したのが、MTK の監督ブコビ・マールトンで、後に代表監督のシェベシュグ・スターブによって採用されたと言われる。国際サッカー歴史統計連盟が発表した20世紀、ヨーロッパにおけるクラブランキングでは、 ハンガリーのクラブとしては、フェレンツバー・ロシティシー、ウイペシュトに次いで58位にランクされた。クラブは創設以来、アマチュアからプロへの移行、代表者の交代、財政問題、1949年のハンガリー、人民共和国の成立に伴う国有化などの影響により、様々な名称変更を行っている。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、 代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。